進んでいます。プリニティアプレイヤーエールです。今回は戦車を作ってみようと思います。エンジンを動力にして、キャタピラで走らせてみようと思うので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは、動力の部分からですね。こうやって両軸化したエンジン本体と軸が両方回転するようにフレームをつけていきましょう。そのフレームに古代の合金の塊を4つつけて、キャタピラを動かすためのタイヤにします。タイヤを取り付けたら、キャタピラを作っていきましょう。こんな感じで、ベアリング2つとベアリングの軸1本を交互に取り付けることで、チェーンのようにしていきます。結局、ベアリングを20個、軸を10本使うことで、ちょうどいい長さになりました。これをタイヤにうまく引っ掛けましょう。こうやって、適当な破片で仮止めしておくと、やりやすいと思います。もう片方も、なんとか引っ掛けて仮止めしたら、2本のキャタピラの間に、ベアリングの軸をつなげていきます。こうしないと、すぐにキャタピラが外れてしまうからですね。現実でこんなことをすると、キャタピラが回転したとき、フレームにぶつかってしまいますが、ベアリングの軸と外輪が干渉しないのを利用して、ぶつかりそうな部分をベアリングの外輪にすることで、乖離しています。あとは、キャタピラが横について外れないように、外側にプラスチックのガイドをつければ、よし、キャタピラが完成しました。手で回すと、外れることなくちゃんと回っています。次は、エンジンに熱い石をつけて動かしてみましょう。エンジンの回転を手の力で止めると、よし、動いています。でも、石だとキャタピラの間の棒に当たって壊れてしまいますね。なので、ベアリングの外輪を熱して、エンジンにつけてみましょう。これならどうでしょうか？よし、これなら棒に干渉しないので、安定して動かせています。このまま運転席をつけて、私が乗って動かしてみましょう。ちゃんと動いてくれるんでしょうか？運転席に乗ってエンジンを手で掴むと、キャタピラが動いて進んでいます。片手でエンジン本体を掴むと、ゆっくり進みますが、両手で掴むと、スピードアップしました。これで、発進と停止と、2段階のスピード調整ができる、動力の部分ができましたね。全体がそれほど大きくないので、エンジンを掴んだまま、私が左右に力を加えることで、方向転換することもできました。そのまま少し遠くまで行ってみましょう。しばらく進むと、おっと、レーザーが私を狙っています。やられてしまいました。では、ここからは、こちらを飾り付けして、戦車っぽくしていきましょう。ちなみに形は、豆戦車と言われている、94式軽装甲車を参考にしました。重くならないように、薄い木を材料に、シンプルに組み合わせていきます。あとは、砲塔の部分ですね。ここは、列車砲の時と同じように、スライムの弾く力で発射できるように作りました。こちらを取り付けたら、よし、戦車の完成です。モデルと形がかなり違いますし、小さくて可愛い感じになっていますが、ちゃんとキャタピラを搭載しているので、戦車っぽく走ってくれそうですね。こうやってハッチを開けてジャンプすれば、乗り込むことができます。ちなみに、エンジンを掴むために、運転席の下に穴を開けています。ここからエンジンにポインターを当てて、掴むわけですね。あとはおまけ程度ですが、こうやって弾も発射できます。小さいものであれば、スライムの弾く力で結構飛んでくれますね。それでは、74000度のベアリングの外輪をくっつけて、動かしてみましょう。片手でエンジンを掴むと、ほとんど動きませんが、両手で掴むと、よし、進んでいます。ちゃんとキャタピラが動いて、その動力で進んでいるので、戦車っぽさがあるんじゃないでしょうか。でも、ハッチの部分が勝手に開いて、視界を塞いでしまっているので、私から前が見えません。これは直さないといけませんね。下に落ちているプラスチックの塊を踏むと、おっと、キャタピラが外れてしまいました。ハッチを横に付け直したら、もう一度乗ってみましょう。よし、これならちゃんと前を見ながら運転できます。戦車気分を味わえますね。もちろん、こうやって止まって、弾を発射することもできます。ちちなみに、私の視点ではこんな感じです。運転席の下から見える、回転しているエンジン本体を狙って、こうやってポインターを当てて、フリップボタンを押せば、よし、走り出しました。少し走ったら、エンジンから手を離して止まった後、弾を発射してみましょう。地面に落ちている木片を拾って、スライムの上に乗せると、大きすぎて方針に当たってますね。これくらい小さい木なら発射することができます。よし、巨大スライムにも命中しました。でもダメージはゼロですね。では次は戦車に乗って遠くまでドライブしてみます。少し走るとスライムが襲ってきましたが、走行のおかげでノーダメージです。捕まえて食べてしまいましょう。スライムは結構軽いので、こうやって弾として発射することもできます。腹ごしらえもできたので、先に進みましょう。それからしばらく進むと、なんと、レア素材の金を発見しました。戦車を止めて回収しましょう。おっと、戦車にぶつかって、金が割れてしまいました。しょうがないので、降りて拾いましょう。よく見ると、ケタピラを回すタイヤの部分が地面に接触しているので、そうならないように、プラスチックのかけらをケタピラに追加してみましょう。よし、追加しました。これでもちゃんと走ってくれるんでしょうか。抵抗が強くなったのか、あまりスムーズに動いてくれません。勢いに乗れば、それなりに進むことはできますが、ケタピラがすぐに外れてしまいました。さらに、ケタピラの外れ方が悪いと、絡まってぶつかりまくるせいで、ゲームの処理が重くなるのか、動きがカクカクしだしました。あまり実用性はありませんね。では最後は、この戦車と巨大スライムを戦わせてみましょう。巨大スライムの固定を解除して、戦車で体当たりしてみます。少し進んだところで、チェーンが外れてしまいました。もう一度挑戦しましょう。今度は、スライムの前まで来ることはできましたが、全くダメージを与えられていませんね。もっと戦車を強化しましょう。ケタピラのプラスチックを外して、前に刃物をつけてみました。これなら勝つことができるんでしょうか。試してみましょう。よし、これならスムーズに進めますね。そのまま巨大スライムに近づいて攻撃を仕掛けます。ここで密着状態になりました。なかなかダメージを与えられませんが、少し待っていると、よし、やったー！ 11,187 ダメージ。巨大スライムを倒しました。変人戦車の勝利です。密着状態からすごい威力の一撃を食らわせてくれました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムを美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、変人戦車さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、またねー。